はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、こちらを食べてみたいと思います。男の極うまっていうのかな、黒カレー、焦がしにんにく、油、マカ入り、なんかすげえ勢力つきそうですね。家族ほぼほぼインフルエンザで、ダウンしておりますので、これを食べて力をつけていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、お湯が沸騰しましたので、こちらを入れていきたいと思います。温める時間は5分ですね。中はこんな感じ入れていきます。はい、それでは5分経ちましたので出していきたいと思います。はい、これですね。熱はい、こんな感じでできました。結構大きな肉が入ってますね。具材もゴロゴロです。今から食べていきましょう。はい、いつも使ってるココイチのスプーンで食べていきたいと思います。いただきます。うん、なんか独特の雰囲気が、なんかカレーっぽくない。賞味期限大丈夫だっけ？焦がしにんにくとかそっち系の味かな。マカあんまりカレーっぽくないですね。なんだろう、インドカレーとかあっちの味、日本でよく食べるカレーの味とはちょっと違います。食べる、いただきます。スパイスとはちょっと違うでしょ。マカとかニンニクとかそっち系の感じがすごくする。美味しいよ。なんか手の込んだ味がする。マカのおかげでございます。うるさいよ、たっぷりの炒め玉ねぎ、焦がしにんにく、油、黒ごまのペーストが使われてる。あんまり玉ねぎというよりはマカなのかニンニクなのか、そっちの感じの方が強い。美味しい。めっちゃ汗かいてきた。はい、完食です。じゃあこの後薬飲んで寝たいと思います。インフルエンザ流行ってますんで、皆さんも気をつけてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。